夏は毎年親父の実家への墓参り。この年齢になるとなんかかったるい。子供の頃はここに来るのが楽しみで仕方なかったのに、今は初恋の人に会えなくなったから。起きろ大輝。残りの荷物持ってきてよ。ああ、今帰ったで。お兄ちゃん久しぶり。おお、糸やないか。え、運転疲れたやろ。思ってたより吸いとったわ。あら、糸ちゃん帰ってきてたの。お姉さんも元気そうで。大ちゃん久しぶりだね。大きくなって小学生の時以来だっけ。おばさん。そう、今はどこも大変ですね。本当にな。まあ困ったらこっち帰ってくればいいわい。簡単に言って大ちゃんもおるのにそんなのできんでしょう。どうにかなるわい。ところで糸江は旦那とうまくやっとるんか。あんな人もう知らん。はあ、また喧嘩か。あんなできる男のどこが。そういうことやないんよ。何回浮気されてると思う。あの人田舎の女を持ってどこか舐めてるんよ。我慢してきたけどもう無理。見る目がなかったいうことよ。ほんまにね。うわ、もうこんな時間や。わし、おっかを迎えに行ってくるわい。私らも行きます。大輝、片付け。糸ちゃんの手伝い頼むね。あ、俺は正直嬉しかった。数年ぶりに会ったおばさんの夫婦関係が終わろうとしていたからだ。これはチャンスかもって。ごめんね大ちゃん、手伝ってもらって。あ、いや全然。いくつあるの。身長高いね。顔も結構イケメン持ってるでしょう。好きな子できた。好きな、俺の目の前に。さっき聞いていただろうけど、大ちゃんは思いやりのある人になってね。女の子はちゃんと見てるんだから。はい、みんな出かけてる。え、今しかない。お、俺え俺はおばさんが。おばさんが好きなんです。何の冗談。私は大ちゃんのおばさんよ。本気なのに。おばだったら何なんだよ、関係ないじゃんか。大ちゃん、ちょっと手伝ってほしいのだけど。え、だった。さっきはごめんね、笑ったりして。 おかしなことぐらい分かってます。結婚して諦めてましたし。でもさっきの話を聞いたら俺気持ちが抑えられなくなって。その大ちゃんの本気に私もきっちり答えないとね。チューだけならしてあげる。お父さんお母さんに言ったらダメよ。おしまいって。そんな、俺がまだ子供だからですか。だったら俺をおばさんの男にしてよ。大輝と糸江はどこ行った。車で出かけたみたいですよ。ほう、仲ええの。
次の日また二人。ねえ、他のとこ行こうか。この夏からおばさんはおばじゃなくなった。糸へ、また帰ってきたらええからの。兄さんまた。おう。糸ちゃんまたね。Mm-hmm.